リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。はい。本日はサニーとシェフィーのお話をしながらね、給仕もしていこうかなというところでございます。ちょっとですね、体格差が結構出てきてしまってですね。仲は悪くないんですけども、やっぱりこう動物同士、まあ人間もそうですけど、小競り合いっていうのはするじゃないですか。でですね、まあ、自分が大きいからっていうのもあって、まあ、マウントを取ろうとねしがちなんですけれども、シェフィーがねマウントを取ってちょっとこうじゃれ合いで一噛みパクッと噛みついたらですね、もうその首のところがね傷になってしまって、で今はねもう回復してるんで特に傷跡らしいものは残ってないんですけども、ここがねちょっと噛まれた跡があります。ただね、一噛みでなってしまってですね、なかなか。あとこの子、今顎の裏見て分かったんですが、顎の裏に鶏肉の固まったのがついている。ちょっと取っていい、それ固まった鶏肉よ。どっか落ちちゃった、どこ行ったか分からなくなっちゃったっていうところでね、まあ大怪我はしてないんですけれども、ちょっとちっちゃい傷をね作ってしまって、ちょっと気をつけなきゃなというところでした。まあ体格差はやっぱりどんなに仲良くても収まらないというかね、縮まらないというか、体格差は本当出てきてしまうとどうしてもっていうところかもしれないですね。まあ犬とか猫とかでもそうですよね。大きいのとちっちゃいの遊ばせてて、こう状況によって細かくね、そういう喧嘩じゃないけどね、傷になっちゃったようなっていうことっていうのは全然ありえる話なので、それこそハスキーとかとねチワワを遊ばせてたりとかすればね、こう遊びのつもりでカプってしたのがね致命傷になるみたいなこと。それこそまあライオンとかトラとかそういうねちょっと大きい生物とかもそうですね、じゃれ合いのつもりのカプが致命傷になるなんていうことはあるので、はい、そこはちょっとねより気をつけてってところですね。仲良かったんでずっと同じケージに入れてたんですけど、ずっとケージに一緒に入れててね、ちょうどたまたま私が家にいる日でもう一噛みパクってしたのを見た時に、あ傷ついとるやんけと思って、でその時にシェフィーがすごい、シェフィーじゃんサニーが大暴れしたのを見てやばいと思ってすぐ話したんですけども、まあ、致命傷までなってなくてよかったです。ただねその後私がこの子に動物向けのね消毒液で首元消毒してねやってからね、まあ、消毒液なんでねまあ染みるわけですよ。そしたらですね触られると消毒液されるんじゃないかとちょっと覚えてしまったみたいです。ってところですね。まあひとまずは特に問題はないので、まあ、やっぱり様子をね日々見て入れるか入れないかっていう部分ってところですね。はい。しっかり様子を見ていたので幸いってところですね。まあ異種族間とかそれこそ、まあ、同じ同種でもね、モモンガちゃん同士とかでも全然喧嘩っていうのが起きて、それが致命傷になって持ってる場合っていうのもねあったりするので、そこはちょっと日々様子を見ながらじゃれ合いの程度っていうのはね見ていかないとってところですね。まあ異種族のかに関してで言うと、そんなしょっちゅうずっと一緒に入れておくなんてことは絶対ありえないので、私の場合は、まあ、入れておける人たちもいるよね、たまにね動物カフェとかで、まあ、あれもでも様子見てるからだと思うんだよな。様子見てない状態で同じケージ内に異種族がっていうのはめったにないもんね。大体似た種族だもんね。サンショウとイモリがぐらいはあると思うけど、あとリクガメとフトアゴが一緒にいるのは見たことあるなとかねいうのはあるけれども、まあそういう感じのこともあるよねっていう感じですね。まあ、うちは同じ同種だったけどじゃれ合いでちょっと体格差が出てきたがりゆえにっていうところですね。はい、体格差を埋めるためにこの子にはねいっぱい食べて大きくなっていただこうというところでございます。
今ちょっと威嚇したけど。これ。こっちよ。こっちよ。私が触ったからちょっと気が荒いな。はい、どうぞどうぞ。ただ昨日も食ってるからな、こいつお腹いっぱいなのかな。ちょっとお腹触らせて。あ、パンパンやね。もしかしたら腹減ってないかもね。ほら、どう？どう？ああ、腹パンパンだし、うんちした形跡がねないのよね。うんちしてたらこの辺にうんちが落ちてたりするんだけど。まだうんちしてないし、昨日の夜食べさせてるからね、大量にね。まだ消化終わってないかな。これ、ああ、いらないね。消化終わってないね。まあ、この水置きの中でもうんちしてる形跡が今のところないし、水置き関係以外でうんちしてるところもないね。ないね。うんちついてる形跡もなし。昨日一緒にお風呂入ったからね。うんちしなさい、水辺の中で。あんた水の中入るとうんちするでしょ。急にプリッてする可能性がある。しないかな。落ち着きはした。ちょっとプリッとはしないね。いい音でね、プリッってするんですよ。結構ね、水辺入った瞬間にね、することが多いんですけど、この石の近くでもした形跡がないから、うんちしてないね、まだね。お水の中入るとトリガーが刺さるのかね、急にピッてするんですよ。でもしないね。まあもうちょっと待ってみましょう、まあ、とりあえずお腹はパンパンだしね、今ご飯がいらない状況っていうのは分かりました。次にシェフィーさんね。シェフィーさんはね、慣れてくれてるんだけど、人慣れもしてるし、トカゲちゃん同士で仲良くもしてるんだけど、たまになんか気に食わないことが、まあ、人間もあるよね、気に食わない瞬間ってね。なんだこの野郎って。まあ攻撃しちゃうとそれはそれでダメだと思うんだけど、まあただこの子たちはね、喋れない分攻撃というか、そのアタックをすることでね、感情表現をしますから。この子には今日はモニターフィードを2つだけあげようかな。鶏肉の方がね、高カロリーなので。よいしょ。めっちゃ見てるこっち側を。何食うんだいって顔してるね。はい、
お、今日は綺麗に飲み込んだね。はい、もう一個。まあ、指を狙うな。手で上げるのが間違ってるんだろうね。いらない？あんたはやっぱ慣れてるね。綺麗に食べたね。偉いね。偉いね。あ、今日撫でても大丈夫な日とか。今日機嫌いいね。よし。機嫌悪いとね、この瞬間でシューっていうか。あとお腹膨らませたりする。うん、今めちゃめちゃ、ダラーっとしてる。で、最近この子はね、食べ過ぎなので、割と。あげるとすぐいっぱい食べちゃう子だから。今は上げすぎないようにしてます。なので腹もそんなにパンパンじゃないでしょ。よいしょって言っても結構パンパンだな、こう持つと。うん、リラックスしてるね。触っても怒んないし、怒るときはね、こう手入れたらね、怒られたくないな。すごい尻尾でペチンってされるんだけど、今は怒ることはないね。あ、ほら、今あったね。今の角度が嫌な感じです。まあ、ちょっとでも尻尾でパチンってやる程度でね、それほどじゃないです。はい、どうぞ。本当に機嫌が悪いとね、テールアタック一発じゃ済まないです。パチンパチンパチンみたいな感じで何回もされます。今はね、なんだこの野郎のちょっとの威嚇って感じだね。なんか威嚇、あくびした。その、本当に機嫌悪い時はね、噛みついてくるのとね、めっちゃ速いんですよ、こいつら走り出したら。なんで走り出してないので機嫌は悪くないんですよね。はい、というところでございます。まあそんな感じ。はい、ということでね、今日はうちのモニターちゃんたちのお話でございました。ちょっとやっぱり体格差は埋めれなかったのでね、サニーくんが大きくなってきて2人とも同サイズになってきてから、またこの子たちのペアリングをしてみて、相性的に問題がないのかっていうのを確認してからケージを一緒にしようかなと思います。まさかね、ここまで体格差が生まれるぐらいまで成長速度変わるとは思ってなくて、ちょっとそこがねびっくりしてるんですよね。もともとお迎えした時って、同じお迎えっていうかサニーくんをねお預かりした時って同サイズだったんですよ。なんですけど、気がついたらですね、サイズ差が生まれてしまっていてですね、ちょっとまさかの事態って感じでしたね。まあ、シェフィーが多分、急にね、成長期を迎えたってところ。サニーに関してはね、成長期が著しく遅いのか、そんなに成長速度がね、高くないって感じですね。まあ、この調子で毎日ねご飯あげながらこの子の成長をね見守っていくんですけれども、どういう成長速度になるかはちょっとその子その子によって違うので、ちょっと、はい、また様子を見ながらね進めていこうかなと思います。はい、ということで本日は、シェフィーとサニーのお話でした。以上、リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、
その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。